一号艇原田佐一郎選手です。リースおめでとうございます。ありがとうございます。福岡122二期でございます。戸田は初一になりましたね。はい。どんなお気持ちですか?。あまり得意なイメージなかったので、今節はすごい好きになりました。そうですか。はい。準優は冷静に逆転できた感じですか?。まあ、慌ててたら、砂永くんにやられちゃったんで、二マークは冷静でした。そうですか。はい。ええ、コメント欄見ますと。はい。伸びがいいというコメント見てますが。 そうですね伸びは節一ぐらいあるんですけどレアシは中川くんの方がいいと思いますそうですか今日はまあ安定盤も取れて気圧も上がっているようですはい調整はどのように進めていきますかまあ微調整でいってメンタル勝負してこようかなと思います伸びは落とさずその伸びはそのまま感じですねスタートに関しましてはまあの引線は順位含めてここに相当ゼロ大スタートを決めていますはいスローの見え方はどうでしょうまあ風がないので今日もちゃんと いいスタートはいけるかなと思ってます。そうですか。はい。はい。バナも問題ない。はい、大丈夫です。うん、分かりました。では、戸、え、田、ー、初輸出、初優勝に向けて、最後もう一言お願いします。はい、ぶっちぎりで逃げたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。2号艇、地元、松本順平選手です。輸出、おめでとうございます。おめでとうございます。熱いファンの方がいらっしゃいますよ。<laughs> ありがとうございます。嬉しいですね。はい、地元4度目の輸出です。 はい、はい、<laughs> あそんなのびっくりです、ね、はい、はいえー、来期も A1 キープということでそうですねなんとかはいどうですかご自身の成長っていうのは感じますいやもう足りないとこばっかりで、はい、特にがむしゃらにやってるだけですそうですかはい、はいえー、今回手にしたモーターなんですが実際どうなんでしょう手応えははい全然引き出せてないです引き出せてないはいもうちょっと… 上がありそうだけれどもという感じですかあいやもうずっと前傾から良くなくて、うんはい、乗り心地も悪くて、うん、ですねずっと不満ばっかでまあ調整力がないのかなと思ってますそんな中この2号艇にいらっしゃるわけですからねそうですね、うん、まあいろいろと月だったり、はい、展開だったりが良かったのかなと思います、うん、今日はその安定盤取れて気圧上がったりしてますが乗りましたはい乗りまししたたね、はい、どうでしたか雰囲気 まあはい昨日のまんまとちょっと伸びこさせようと思っていろいろやったんですけど、ええはい、特につかなかったんで戻して今ギアケースやってますスタートに関しては地元ですしどうでしょういや地元だからっていうよりなんか、うん、今節は珍しくいけてますね珍しくいけてるそうですねはいスロ、はい、からもしっかり見えてる感じですか見えてるまあ小アゴは頑張っていってます、うん、はい戸田の二コースというのは難しいっていう話よく聞くんですが松本選手はどうでしょう はい、難しいと思います。難しいはい、はい、ということは、ここに入ると足的にはちょっと劣勢かなという雰囲気そうですね。左右から多分伸びてくるかなとは思ってます。うん、どう戦いますか？いいのっていい展開が来ればいいかなと思います、うん、はい、わかりましたえ、12度目の優勝戦初優勝かかってます。最後にもう一言お願いします。はい、ええー、と地元なんで気合だけは入ってます。あとは落ち着いてレースできるように頑張りますので応援お,お願いします。 ありがとうございました。三号艇、中良太選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。戸田、初めての優勝戦ということになりました。今節、ここまで振り返っていかがですか、えー、いい調整できていると思います、はい。福岡の中選手なんですけど、はい、調べましたら、実は九州以外で一番走ってるの、ここ戸田でした。えー、そうなんですかえ、出走回数で見ると。えー、好きです、戸田は。好き。はい。どういうとこが好きですかえー、雰囲気と、はい。 えー、よく調整が合わせられるとこですかねああ合わせやすいはいうん狭くないですか調整が合ってるので、はい、窮屈にはあんまり感じない感じてないかもです、ね、今回特徴としてはどうですかモーターは周り足と行き足が結構良くて、えー、スタートもしやすくて、うん、なんか自分の好きな感じですねほうほうほう、はい、伸びに関してははチ一郎君の方がやっぱいいとは思います、うん、はい センター3コース、これはまあもちろん主張するおつもりでしょうけども、はい、スロー想定そうですね、うん、進入動きがあれば、深くなったりしたらちょっと迷いますけど、うん、3コースがいいですね、スタートもすごく決まってますね、見えてますね。 2番手スタート3回ですから、はい、もう常に1番手が2番手スタートです、はいはい、3コースも2回ともトップスタートということでやはり攻めるレースがそうですねわかりましたでは最後に力強く一言お願いしますちょっと足的にまくるのは無理と思うんでどっか展開つければいいなと思います、えー、頑張ります応援よろしししくお願いい、いまます。はい、ありがとうございました。 四号艇佐々木貫太選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。戸田初優出になりました。はい。はい。戸田のイメージどうですか?。えっと、すごく狭い場で、めちゃくちゃ難しいと思ってます。はいうん、ただ、今年7月に来てましたね。はい。そこでのイメージというのは、残りながらのレースでした。今回は。えっと、そうですね。すぐ、あの、前回来た時も、すごくいいイメージで、はい、えっと終え、終えることができたので。うん、そのイメージがすごく、今残ってます。はいうん、ええー、足的にはどうですか?。 正直足は、その、内枠に比べたら、ちょっと厳しい足なんですけど、ええ、はい。飲みとかの部分では負けてはないので、はい。展開があれば、っていう感じの足だと思います。今日安定版取れました。今朝乗りましたえっと、一回乗りました。どうですか、雰囲気。えっと、特訓したんですけど、はい。えっと、内枠とはそんなに変わらない感じでした。うん。この後調整は 調整はそんなに大きいことはやらずに、うんはい、もう今の準優みたいな感じの、このままでいこうと思ってます、うんはい。スタートの見え具合どうでしょうスタートはもう大体、勘通りにいけてます、うん。4コースは今回2回ともまくり出しさせて勝利してます。はい、今日もやはり展開をつければという感じですかね。そうですね。うん、えっと、2回とも全部展開が良かったので、1着取れたんですけど、はいうん、展開があれば、 がん、ええっと、っていう足だと思います。わかりました。ええー、今年三度目通算6度目の優勝に向けて、最後一言お願いします。はい、ええっと、最後しっかり着に絡めの頑張ります。応援お願いします。ありがとうございました。五号艇、加倉優成選手です。輸出、おめでとうございます。ありがとうございます。えー、およそ2年8ヶ月ぶり、2度目の輸出になりました。お気持ちどうでしょう。ホッとしています。ほっとしてる。はい、はい。仕上がりどうでしょうか。ああ、中堅上位ぐらいで、もう少し上積みが欲しいところ。です上積みが欲しいですね。はい。 調整はじゃあ、もうちょっとするということですね、そうですね最後までちょっとできることをやり続けようと思います、はいうんはい、スタートはいかがですかわー、勘どりですけど、ちょっと早いんで気を抜いちゃわないように頑張りますわ、はい、かりました、おじいちゃんのためにも頑張りたいですね、そうですね、ちょっとリハビリ頑張ってるんで、頑張りたいと思います、はいうんうん、では、意気込み、最後に一言お願いします。はいえー、応援ししししてていいいいいたたただいてる人のために頑張りりままますすよろしくお願いしますありがとうございました ちょっと走ってきてください。あ、すみません、すみません。はいはいはい。ちょっとかないでください。はい。6号艇の石田隆弘選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。もう冬時間なんで時間がないんですね。ちょっと待ってくださいよ。ええ。やべ、2分しかね2分しかやばいやばいやばい。仕上がりいかがでしょうかえっと、まぁ、エンジンはまあ数字ほどはないんですけど、ちょっと今優勝戦に向けて大幅な調整してるんで、はい、楽しみにしてください。なんか離れ仕様か伸び方どちらかにしようかってコメント見たんですあ、もう伸び仕様にいきます。はい。伸び仕様で一発狙って、はい。 スタートはどうですか、ダッシュ。いや、昨日ね、ゼロ一い行っちゃったんですよ。あ。それびっくりですね。そうですね。もう全然入ってると思って行ったんですけど。はい、はい。ちょっと気をつけながら。はい。まあ、しっかり全速で行ければ、チャンスあると思うんで。はい。わかりました。はい 新人選手紹介でね、ここでリフティングをしてもらったんですよ、私。懐かしいですね。成長して嬉しいです、本当に。そうですね、今、はい、リフティングができなくなっちゃったかもしれないですけど、<laughs> <laughs> ちょっと地元ファンの皆さんの応援もね、はい、一発あると思うんで、はい、最後に力強くお願いします。し、はい、しいのしすおしいのま応援てくださありがとうございました <laughs>